どうも、あさきです。本日は、千葉の海に久々にやってきました。今日も飛行機が結構たくさんあるので久々にお祈りやっていきたいと思います。よし、じゃあドローン飛びます。飛行機でもそうです。風がついたらもうダメ。どこだどこだ。泥の入った島じゃないから上。あ、いたいたいた。思ったより下にいました。あ、全然いた。おお。今ね、通り過ぎていきますよ。お、これはどっちだ。後ろが佐瀬さん。おい、あ、じゃあこれが前日暮さん、後ろ佐瀬さん。引き変態。お、で、こっちに。おー、兄貴かっこいい。その辺で左ターンして海岸沿いにずっと飛んだ方がいい。おそうそうそう。あー、いいですね。で、左側はずっと行っていいから、向こうから風来てるから向こうに流されることはないんで大丈夫。確かに。結構遠いぜ。あー、2機追うのむず。ねえ、やっぱこの間がちょっとあるから。おー、今佐藤さんが次の限界だね。おー、そうそうそう、その周回がいいと思う。あ、でも今結構近い感じで、で今追い風だからどんどん速度出てるんで。お、今結構いい感じに入ってますね。今いい感じですね。はい、左ターン。お、うん、今日は映えるね。海、青い空に海に。いやー、映えますね。添えてます。あ、でも日暮さんの多めかも。佐瀬さんに撮れてるんで。佐瀬さん、すごく見えないんだよ。佐瀬さん今前にいますよね。じゃあ佐瀬さんの方に行きます。お、今ね佐瀬さんを追っかけてます。お、来ました。だいぶ来た来た来た。今2機がいい感じに、お、いい感じに開いてますね。お、いいですいいですいいですね。おー、すごい近い。お、見ちゃいます。おー、これはいい。ねえ、クジラの骨があるらしい。へえ、ねえ、こんなところに。でも見てわかるんですかね、クジラの骨って。うん。へえ。え、あれ？ええ。なんだあれ。すごー。ええ、こんにちは。ええ。
え、すごっ、本当に、え、これクジラの骨、嘘、すごい、これが歯の穴、歯の穴が開いております。全然動かない、あ、重いんじゃん、いや、ちょっと乗りたじゃない。おお、今度はスナメリ、多分スナメリの頭、あ、確かに、ちっちゃい、なんかすごい、海ってすごいですね、ボヨヨ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 上を抜ける、相当近づいた方が、そうだからこの機体よりも上を飛ばなきゃダメだね。そうですね、このぐらいにしといた方がいいかもしれないですね。今日はもう天気も良くて、で風もあんまりなくて、すごい空もの日和でした。ただめちゃくちゃ暑いです。今日なんか37度とか行くっていう話だったんで、すごく暑いです。めっちゃ焼けました。では今からちょっと遅めのお昼ご飯食べに行きたいと思います。よかったー。